はい、お疲れー。それじゃあ、今日のご褒美は？なんだ、あいつら。妙に暗いな。希望を届けてあげたら？かわいそうだけど無理よ。あのブランクたちは戦う意志を捨てて、頭を垂れて絶望を受け入れたの。うつむいて歩く者を希望の光は照らさない。あいつら、どうなる？いろいろね。混沌の川に流されて魔の海へ漂う者。心の隙間を埋めたくて、くだらない遊戯にのめり込む者。見えないものから逃げるように、あてどなくさまよう者。心を止めて、植物のようにただ時を過ごす者。生き方は人それぞれよ。そんなの、どこが生き方だ。カオスに負ければ、俺もああなるのか。負けたらじゃなくて、負けて諦めたら、だね。諦めずにまた戦えって？要するに、勝つまで延々戦い続けろってことか。光の戦士になるまでね。結局カオスを倒せってことか。勝つまでカオスと戦い続けろ。途中で投げれば、予言通りに戦わなければ、俺もああいう生きる屍。予言の言いなりに戦えだと？そんなの、どこが生き方だ？